皆様こんばんは、あきらです。僕は町外れで飲食店を経営しながら休日に飲み歩いて、それを動画にしています。今日はコロナも少し落ち着いてきたので、熊本の杖立温泉まで一人旅しようと決めました。僕は笑顔と子供たちのはしゃぐ声に包まれた休日のサービスエリアが大好きです。洗いたてのジーンズから小銭をかき出し、アイスラテを選びました。5月の日差しはとても優しく、僕を頭皮ごと包んでくれました。角煮まんはそれなりに美味しかったです。佐賀牛コロッケもそれなりに。緑色に染められた世界で僕に聞こえてきたのは、鳥のさえずりと木々たちの呼吸だけでした。休日の林間で一人はしゃぐおっさんの姿は、年頃の娘二人から見たら目を覆いたくなることでしょう。梅を、はい。サンノットにも満たない風が僕の肩越しに頬をかすめて通り過ぎていった。アルコールは有料なんですか？アルコールは有料でございます。手袋、マスク着用で回っていただきますですね。はい、手袋こちら終わりましたら、この中
どうぞ、ありがとうございます。違いますでしょうか。うん、美味Thank you.
長崎から120マイル離れた温泉地で飲む一人酒。僕は独身時代の安いアパートを一人暮らしの頃を思い出していた。お金がない二十歳くらいの頃は、友達からもらった静岡のわさび漬けだけでバーボンロックを飲んだりしていた。狭い部屋にたくさんのお酒やリキュールを並べ、シェイカーを振って彼女にカクテルを振る舞ったりしてた。ある日、二人とも飲みすぎて彼女が潰れてしまった。僕は洗面所に溜まった彼女の嘔吐物を素手で取り除き掃除した。全く汚いとは思わなかった。次の日、彼女はごめんなさいって泣いていた。ううん、気にすんなよって僕は答えた。あなたを選んでよかった。彼女はそうつぶやいた。だけどその彼女とは2年後に別れた。Thank you.